どうも、こんばんは、エヌです。今回は東京グールリインボーク、リニューアル後にですね、ガチャの方を70連ぐらい引いたんですけども、このリニューアル記念プレミアムガチャを、まあ売り絵が2枚かぶって、知らずと敗勢は出なかったということでですね、確定枠じゃない方で売り絵が出て、確定枠で売り絵が出たのかな、多分そうだったような気がするんですけど、あとね30回でまたこのピックアップの3人のいずれかが当たる確定枠が来るんですよ。なんでもうそのあと30連で、あと30連のこのピックアップキャラが確定で当たる確定枠まで引いても、このガシャからは撤退しようかなと思います。70連引いちゃってね、この確定枠あるの知らなくて、まあ70連で止まっちゃってたんで、まあ、100連まで行っちゃおうという所存でおります。では行きましょう。30連、最初の10連目で敗勢が出たら、まあでも行きましょう。確定枠で行きますか。まあそんなこと言ってたら出ないから、そんなことね言ってた、もうフラグなんだよな。でこれは SSR が出ない流れと見せかけて出る流れかな。あれこれどっちだ、わかんねえ。あ、出るのか。未だにね時々間違えますね、この SSR 確定の時とあの SR。 お、2枚じゃん。しかも操作感、な、売り絵さちょっとさ、いや売り絵さきすぎじゃない？3枚目なんだけど、あのまあ僕は5をつけますよ。期待を込めても、期待を込めての5ですからね。ここで星5をつけることにより、まあ次のガシャ、またその次のガシャで敗勢が2枚ぐらい来てくれるっていう、まあ、これ確定演出ですから、これ確定演出ですからね。このレビューが出た瞬間にこの敗勢来る確定演出だから、これ覚えといた方がいいですよ。まあそんなフラグになるようなことをね、ペラペラと。おい、いや待って、次確定枠やけどさ、ここでさやめとこやめとこフラグになりそうだからやめとくわ。いけ、まあねさすがにね、まあさすがにね、さすがにさすがでしょ。お、10枚目ということは、まあ最後を飾ってくれるのはね、当然あなたでしょう。はい、ということでですね、確定枠2周しましたけども、売り絵が3枚に敗勢が1枚ということでですね、まあでもピックアップ SSR 確定の2つ以外に2枚ピックアップが出たんで、まあよしとしましょう。4枚出てね、4枚でおきましょう。いきます、まあいいでしょうね。じゃあ次のガシャ動画はですね、6月12日までこのガシャやってるんで、多分更新されないんじゃないかなと思うんですけど、まあ、更新されるとしたら多分ひなみぐらいが来るんじゃないでしょうか。はい、というわけで、ではまた次回の実況動画ですね、お会いしましょう。お疲れ様でした。